はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルではですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうというチャンネルとなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうと、お笑い芸人ジャングルポケットの斎藤さんが不自然なテレビ降板を繰り返していたんですけども、実はですね、彼はですね、ロケバスの中で女性にですね、性的暴行を働き、書類送検されていたことが分かりました。本人はですね、罪を認めてるみたいです。まあ、今回はそれの詳細だったりとか、で、実はなんですけども、斎藤さんって過去にですね、いわゆるその性的暴行未遂みたいなことをですね、やらかしていることが見えてきたわけなんですよね。まあ、その過去にですね、斎藤さんがやらかしたその件もですね、含めてですね、ちょっと今回ですね、いろいろとですね、お話の方をしていこうかなというふうに思っております。まずなんですけども、ジャングルポケットの斎藤さんがですね、9月に入ってですかね、急にですね、仕事を休み出したわけなんですよね。まあ、実質ですね、8月くらいからですね、まあ、収録とかには参加してなかったっぽいんですけども、9月あたりからですね、テレビに出なくなったわけなんですよね。はい。まあ、おそらくなんですけども、その8月に放送していたテレビ番組っていうのは、7月くらいにすでにですね、もう7月とか6月とか、もっと前にですね、まあ、収録していたものが放送されていたからだと思います。はい。で、まあ、9月くらいからですね、テレビも一切ですね、出なくなってですね、そして、斎藤さんがいろんな番組をですね、降板しだしたわけなんですよね。はい。まあ、いわゆるなんですけども、そのテレビ番組をですね、例えば体調不良だったりとか、病気とかで休まれる場合って芸人さん、まあ、芸能人の方全然あるんですけども、そういう場合って、レギュラーを降板するまでは普通ないわけなんですよね。うん。まあ、実際ですね、斎藤さんはですね、体調不良というふうに言って休まれたので、まあ、吉本と師匠はですね、体調不良っていうふうに言ってるので、にもかかわらず、そのね、レギュラーまで全部降板するっておかしくないかみたいな感じで結構ざわついてたんですよね。はい。例えばこれってなんかただね、病名は言ってないけど、もしかしたらがんとかね、末期のがんとか相当ですね、まずい病気なんじゃないかだったりとか、まあ、もしくは単純にコンプライアンス違反、何かしらのですね、やらかしをしたんじゃないのかとかいうふうにですね、言われていたわけなんですよね。まあ、実際問題ですね、同じようなパターンだったのがアンジャッシュ渡部さんと TKO の木本さんなわけなんですよね。彼らはですね、多目的トイレの不倫だったりとか、もしくは、まあ、木本さんがですね、まあ、何億円っていうですね、いわゆる、まあ、投資詐欺事件ですか、あれに関わった結果ですね、それが、いわゆるすっぱ抜かれる前からですね、あらかじめですね、前もって、テレビ番組でこう、どんどん彼らは降板していったわけなんですよね。はい。まあ、つまり、いずれですよ、遅かれ早かれこの件が報じられることは分かってるから、報じられた後に行動するよりも、ね、もう報じられることは分かってるわけだから、もう報じられる前の段階から少しでもね、傷を小さくするために、いろいろ行動しようと思ったのが渡部さんとか木本さんなわけなんですよね。まあ、だから近年ですね、芸能人の方でですね、そういったパターンが増えてきてますね。まあ、ちなみになんですけども、他事務所で言うと、元ジャニーズかのですね、中丸雄一さんですね、KAT-TUN の中丸さんも同じパターンでですね、報道される前から活動休止に入るっていうことをしました。だから最近の芸能人ではですね、それがもうトレンドみたいな感じになってる感じがしますよね。で、そういうのもあって、あれこれ、ジャンポケ斎藤さんももしかしたらなんかやらかしたんじゃねえかっていうふうに言われてたんですけども、今回ですね、10月7日にですね、ついにですね、報道が出てしまいました。これ何かというと、斎藤さんがロケバスの中で20代の女性に対して性的暴行をしたとしてですね、書類送検されていたことが分かったわけなんですよね。はい。で、これですね、捜査関係者によるとですね、今年の7月、東京新宿区内に泊まっていたロケバスの中で20代の女性に性的暴行をした疑いがあるということですね。で、当時車内には2人しかいなかったということで、女性からの相談を受けた警視庁が、本人から事情を聞くなどして捜査をしていたっていう話なんですね。そして本人は容疑を認めた上で、軽率な行動で、相手や、家族に迷惑をかけたことを反省しているなどと言って、反省してですね、まあ、罪を認めているらしいんですね。で、ちなみになんですけども、相手方の女性は絶対に許すことができませんというふうにぶち入れているっていう感じみたいです。はい。というのがですね、今回ね、見えてきたわけなんですね。うん。で、まずですね、この件から何が見えてくるのかって話なわけなんですけども、まあ、ロケバス内ということはおそらく仕事中で、まあ、かつですね、泊まっていたということですから、例えば休憩中だったりとか、そういう最中に行った可能性が高いわけですよね。で、相手がですね、20代の女性というふうな言い方をしていることから考えて、おそらくこれはね、スタッフの可能性が相当高いのかなっていう気がします。というのは何かっていうと、
このですね、女性がですよ、その警視庁にね、後々相談したって言ってますけども、まあ、こういうこと言うとちょっとね、言い方悪いかもしれませんけども、もしかして相手がですよ、タレントさん、はい、女性のね、この相手がタレントさんだった場合っていうのは、おそらくなんですけども、相手が吉本っていうでかい会社っていうこともありますから、なかなかですね、警察沙汰にはしづらいんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。それこそ下手したら、その20代の女性のですね、タレント事務所の方が、もしかしたら、ね、警察に行くのはちょっと待ったっていうふうに止める可能性すらあると思います。はい。まあ、つまり、その20代の女性タレント、まあ、もしその方がタレントだった場合はですね、性的暴行されたっていうイメージがついちゃうわけなんですよね。まあもちろん被害者なんだからね、全然ね、訴え出て僕はいいと思うんですけども、やっぱりこう性的暴行された女性っていうイメージがついてしまった女性タレントがそこから活躍していくってなかなか難しいと思うんですよ。うん。ということを考えると、おそらくこの20代の女性っていうのは、やはりですね、スタッフさんっていうふうに考えるのが、まあ、自然かなっていう気はします。うん。で、まあ、今回ですね、こういうふうに警察に相談して許すことは絶対にできませんって言ってブチ切れてるということもあるので、はい。はい。まあ、もちろんですね、一体どれくらいのレベルの性的行為が行われたのかはわかりませんけども、まあ、いわゆるその不同意わいせつってやつですよね。はい。になってる可能性が高いのかなっていう気はします。うん。でですね、そうなってくると、おそらく斎藤さんはですね、まあ、これで書類送検されるということはですね、この後ですね、検察が起訴か不起訴か決めるわけなんですけども、まあ、一般的に考えて、流れから考えたら起訴されることは100%間違いないですね。はい。そして起訴されるということは有罪になります。で、不同意わいせつ罪っていうのはですね、近年ですね、ものすごくですね、罪が重いですから。はい。まあ、もちろんですね、さっきも言った通り、どの程度のレベルの性的な行為をしたのか分かりませんけども、もしかしたら不同意性交罪になるかもしれませんよね。うん。わいせつところが不同意性交罪まで行く可能性もあります。で、そうなってくるとですね、懲役刑とかも普通にありえますからね。はい。で、そう考えるとね、斎藤さんね、一体これからどうなるのかっていう感じですよね。まあ、おそらく謝罪会見とか、そういうことをする可能性も全然高いのかなっていう気はします。はい。まあ、斎藤さんですね、結婚してお子さんもいるって状況なので、そういうことを踏まえるとですね、まあ、なかなかね、何やってんだかっていう感じですよね。残りのジャングルポケットの2人もですね、もうこのことをですね、テレビでいじるわけにも当然いきませんし、まあ、おそらく腫れ物みたいな感じになってですね、なかなか相方たちの仕事にもですね、かなり影響が出るんじゃないかなっていうことが考えられます。はい。でですね、実はなんですけども、皆さんですね、斎藤さんって、ね、皆さんこれを聞いた時にどう思いました？斎藤さんがなんか性的暴行なんてするかなって思った人も中にはいると思うんですけども、実はなんですけども、過去に出たある記事を見てみると、斎藤さんにこう性的暴行のですね、まあ、前科っていうとあれですけども、なんていうのかな、未遂事件があったことが見えてくるわけなんですね。はい。これ何かというと、皆さんね、半年から1年前くらいかな、斎藤さんって2件ですね、立て続けにですね、不倫のニュースが出たのって覚えてますかね。はい。で、それでですね、斎藤さんが当時ね、炎上して、朝の出てきたジップだったかな、その番組の中で生放送中に謝罪をするとか、そういうことにまで発展した件があるわけなんですよね。まあ、活動休止とまではいかなかったんですけども、まあ、2件とにかく立て続けにですね、不倫報道が出たわけです。で、1件目と2件目とある中で、この2件目がですね、正直、これ内容的に大丈夫かなっていう内容だったんですね。はい。というのは何かっていうと、まずこの1件目に関して言うと、斎藤さんがですね、地方に社長とかと飲みに行って、そこで飲んだ時に、まあ、あるキャバ長の方と知り合って、そしてキャバ嬢のこの家に行って、まあ、そういった性行為をしたっていう感じなんですよね。で、それをそのキャバ嬢本人が、まあ、垂れ込んで出ちゃったっていう話なんですよ。はい。まあ、だからあくまでそれはお互い同意の上で不倫をしたといいますか、浮気をした、まあ、体をね、の関係になったっていう感じなんで、まあ、ここに犯罪性はないですよね。うん。まあ、倫理的問題はあれど、犯罪性はそこにはないわけなんですよ。しかしながら、その後すぐまた出てしまった2件目ですね、この2件目の内容が、あれ？これって内容的に大丈夫かなっていう感じなんですよ。はい。というのは何かっていうと、まあ、その内容をざっくり話しますけども、それはグラビアアイドルの子なんですね。はい。で、このグラビアアイドルの子がとある飲み会で、斎藤さんとか、また社長さんとか、だから斎藤さん普段社長さんとかでよく飲み歩いてたんでしょうね、きっとね。その知り合ったらしいんですよ。で、その後斎藤さんからですね、まあ、熱烈なアプローチだったらしいんですね。2人で会いたい、ご飯に行きたいとかすごい来たらしいんですよ。まあ、しかしながら、その女性は斎藤さんが既婚者ってこともあるので、ずっと断り続けたんですね。断ってたらしいんですよ。はい。まあ、ずっと断ってたんですけども、あまりにもしつこいから、もうしょうがない、1回くらいご飯だったらいいかって思って折れる形で、じゃあご飯に行きましょうっていう話になったわけなんですよね。うん。なんですけども、じゃあどこどこで待ち合わせでって言われて、その待ち合わせ場所に行ったらしいんですよ。そしたらですね、皆さん、これ何が怖いかっていうと、なんとそこがマンションなんですよね。はい。これ怖くないですか？うん。この時点で女性からするとですよ。はい。え、
ご飯食べ行くんじゃないのみたいな。今からご飯食べ行くんですよねみたいな。なんでマンションなのって話なんですよ。そしたら斉藤さんはですね、一緒に入るところを見られてしまうとまずいと思ったのか、じゃあ俺が先に入っていくから時間差で入ってきてくれって言われて、ね、先に行っちゃったらしいんですよ、マンションに。はい。で、まあ、しょうがなくですね、その女性は後をつけてですよ、しばらく経ったとそのマンションに入っていったんですね。そしてピンポンを押してガチャってですね、まあ、ドアを開けて出てきたのが、その社長さんだったらしいんですよ、社長さん。うん。で、その社長さんに、はい、どうぞっていうふうに中にね、その、招き入れられたらしいんですね。そしたらその後ですね、そのマンションの中の、その部屋の中のさらに一室みたいなところがあるらしいんですけど、そこがなんかベッドルームみたいなところになってて、そこになど通されちゃったらしいんですね。で、そこにはですね、すでに斉藤さんがそこにいたらしいんですよ。うん。まあ、だからもう皆さんわかりますよね。最初からそういうつもりでもうそこに、まあ、誘導して、さらに言うとその社長も手助けと言いますか、アシストと言いますか、そういうことをしてそこにね、入れてったわけなんですね。うん。で、そこでですね、二人でですね、そのベッドに座るというか部屋に入ったらしいんですよ。で、とはいえですよ、その社長さんがまだ別室にはいるわけじゃないですか、そのマンション内のね。はい。いるから、まだちょっと安心してたらしいんですね。しかしながら、しばらく経つとですね、まあ雑談をしていた最中に、その社長さんがね、その部屋から出ていく、そのまあ言ってみたらね、玄関から出ていく音が聞こえたらしいんですね。そしたらどうなったかっていうと、斉藤さんがいわゆる、そのハグしてきたり、キスしようとしてきたりとかして、強引にそういうことをしてこようとしたらしいんですね。はい。で、そのグラビアアイドルの方は、まずいです、まずいです、みたいな、ダメですダメですみたいな感じで抵抗して、そのまま逃げたらしいんですよ。はい。っていうのがその不倫報道で出たわけなんですよ。うん。まあ、ただなんですけども、僕そのねニュースしっかり読んだ時に思ったのが、これって不倫の範疇で収めていい話なのかなって思ったんですよ。うん。だってこれってさ、めちゃくちゃ計画的に見たさ、いわゆるその性加害にもなりえませんかって思うんですよね。うん。すごい計画的じゃないですかね。はい。一見そのね、なんかあのご飯食べに行こうって、あくまでご飯を食べに行くだよってだけだよって誘っといて、ご飯にも行かずにいきなりホテルに行って、あ、ホテルじゃない、マンションか、マンションに連れてって、しかもそういう密室に連れてってですよ。はい。で、しかも、そのね、それを手助けする、アシストする、まあ、アテンドするみたいな形で、その社長さんがですよ、一緒になってやったりだったりとか、うん。なんていうのかな、多分こういう方法で、今まで数々の女性をその部屋に連れ込んで、その社長とね、こう、チームワーク、統制をとって、まあ、そういうことしてきたんだろうなっていう感じがすごい見えるじゃないですか。少なくともそのグラビアアイドルのことが初めてってことは絶対ないと思うわけなんですよね。うん。で、一応そのグラビアアイドルの方もですね、あくまで不倫という形っていうんですか、なんか、斉藤さんからなんかすごい求められたんです、くらいな感じで言ってたけど、これって別に下手したらね、この女性が警察とかに駆け込んだりとかしたら、全然大事になるレベルなんじゃないのっていうふうに思うんですよね。それこそハグとかキスをしようとしてきたって言ったけど、例えばキスをされたとかね、うん、くらいのレベルでも、今の時代不同意わいせつとか全然ありえますからね、逃げて警察にさえ言えば。はい。だから僕としてはなんか、斉藤さんって随分危ない橋を渡ってんだなっていうふうに当時思ったんですよ。むしろこれがね、その、なんていうか性的な犯罪ではなくて、あくまで不倫っていう、ね、っていう範疇の中でのニュースになったってことは、斉藤さん逆にラッキーだなってくるだけに僕は正直思ったんですよ。だってこれ全然警察に相談してもおかしくなくないかって思ってね。だから相手の方もやっぱりね、グラビアアイドル、タレントの方だから、ね、なかなかやっぱ警察には言いづらい、やっぱ事務所との兼ね合いとかもいろいろありますからね。なのかなって僕は勝手に思ったんですけど、うん。まあ、ただですよ、今回のこのロケバスの事件をね、皆さんね、先ほど解説しましたけども、それをですね、頭に入れた上で、先ほど言ったですよ、その不倫の件をね、振り返るとどうですかって話なんですよ。はい。なんか見え方が変わってきますよね。うん。つまり、普段から結構斉藤さんって結構強引に女性を物にしてきたっていうか、まあそういうことをしてきたっていうですね、多分、癖と言いますか、やり口があるんでしょうね。うん。だからそれを今回、まあロケバスの中でね、まあ密室ですからロケバスって言っても、やってしまって、まあこういうことになったって話ですよ。だからそう考えるとですね、遅かれ早かれですよ。遅かれ早かれ、まあこういうことがですね、告発されるのは目に見えてたのかもしれませんよね。うん。まあ先ほど言ったね、グラビアアイドルの方もそうですけど、今までこういった方法でいろいろ女性をまあ物にしてきたっていう方はおかしいですけども、まあ女性に手を出してきた、うん、っていう過去はおそらくあるんでしょうね。はい。うん。まああまりにもやり口が手慣れてますからね。うん。って考えると、はい、ついに首根っこつかまれたなっていう感じですよね。捕まったなっていう感じですね。はい。だから、まあ、はっきり言って同情の余地はないんじゃないかなと思います。つまり、普段全くそういうことをしなかった、過去にも全くそういうことがなかった方が、ついね、魔が差しでやってしまったっていうレベルではなくて、過去からずっと同じようなことをやってきて、ついに今回捕まってしまったって考えると、まあ、自然なのかなっていうふうに僕としては思いました。はい。というわけでですね、今回コメント終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントありましたら、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。